タイガースの先発は期待の門別です。1回からそのまっすぐが非常に走っていました。佐藤三振、2アウトの後野村はショートライナー、きれいに3人でスタートしました。三者凡退のスタート、期待の門別。一方のホークスはスチュアート・ジュニア、開幕1軍のローテーションのピッチャーです。いきなり高寺がヒットを打ってノーアウトランナー一塁、そして盗塁、揺さぶってきます。盗塁成功、ランナーが二塁に進みます。しかしこの後やはり開幕ローテーションを守るスチュワート・ジュニア、さすがというところを見せます。島田は三振、大きなカーブでした。そして3番の遠藤、こちらもボールを落としてきました、三振。そして4番の井上、こちらもカーブで見逃しの三振。アウト3つすべて三振でピンチを切り抜けたスチュワート・ジュニアです。で3回です。この回先頭の伊比根、三振。門別が見事な投球を見せます。そして佐藤も三振に倒れて、危なげのない門別の投球が続きます。で3回の裏タイガース、ツーアウトから今日2番に入っている島田海里、スチュワードからライトへのヒット、そしてランナーが出ると揺さぶってくるという、バッター遠藤の時に島田が盗塁、盗塁成功。スチュワート・ジュニアを揺さぶります。ツーアウトランナー二塁、しかし遠藤はセンターへのフライに倒れて得点を挙げることはできません。スチュワート・ジュニアは3回まででした。1軍の開幕ローテーションの一角のスチュワート・ジュニアです。で5回です。5回の表、ソフトバンク谷川原がセンターへの大きな当たりを福島ケイン、右中間抜けるかという当たりですが、一番深いところまで打球を飛ばしましたが、福島のナイスプレーでツーアウトランナーが二塁と変わって、笹川、強い当たりのレフト前、ライト前、そしてライトの井上からいいボールが返ってきて広瀬タッチアウト。見事なこの当たり、門別を盛り立てます。タイガースの守りです。見応えがありました。井上のナイスバックホームでした。前半0対0、そして6回です。伊比根三振、そして佐藤、強い当たり、福島ナイスプレー、点は許しません。そして野村大樹もピッチャーゴロ、本当に今日は低めにボールを集めてコントロールも良かった門別、見事なピッチングでした。そして7回です。今シーズン最長の7回に入っています。ランナー二塁に進められましたが、この当たり渡辺ショートバウンドで取って一塁間に合ってアウト。このピンチも堅い守りで門別を盛り立てました。0対0、7回の裏、今度はタイガースです。ツーアウトランナーが一塁、そして当たっている磯保、三浦から、しかしここは 4、6、3 と渡るダブルプレー、ここでも点を挙げることはできません。なかなかチャンスを生かすことはできません。そして試合は8回です。ピッチャーは石井大地に変わっています。ワンアウトランナー二塁、バッターは西尾、ここは三振、代打の西尾は三振に倒れてツーアウト。そして佐藤、ライトへいい当たりだったんですがライトライナー、ここも石井が抑えました。8回の表まで両チーム得点がありません。そして9回の攻防に入ります。この回から石黒、ルーキーの石黒に代わって野村大樹、センターへ福島、一旦ボールこれ取ったように見えたんですけれども記録はエラーという形になりました。和田監督の抗議がありました。福島のエラー、ランナーその後ツーアウトランナー2塁でバッターは5番のリチャード、今日3三振だったんですが前進守備のレフトの頭の上を越えていきました。均衡を破ったのはホークス。野村大樹が帰ってきました。その1点を守ってこの9回の裏です。この回先頭の遠藤がヒット、ノーアウトランナーが一塁、そして4番の井上、ここまでヒットがなかったんですがライトへ続きました。ランナー二塁一塁ノーアウト、さあ一気に同点サヨナラのチャンスを作ったのはタイガース。そしてツーアウトとなった後ランナーが一塁三塁と変わってバッターはいつも最後しかし三振に倒れて試合終了。1対0、最後追い詰めましたがタイガースあと1本は出ませんでした。リチャードのあの